Yes, mate! これからウォールラン講座をしていきます。ウォールランとは、このように前に走った勢いを壁にぶつけて、その反動で上へと上昇し、登っていく技です。特に高い壁とかに使える技ですね。はい、このように右足で蹴った場合は、体格である左手で壁を押して、そのまま右手を上へと伸ばします。これで簡単に、普通に飛ぶよりも、さらに高く上へ飛べます。このように反復練習で少しずつ壁に届くように勢いをつけていってください。はい、最終的に届いたらそのままクライムアップをします。クライムアップについては概要欄に貼り付けておくので、そちらも重ねて見ておいてください。はい。はい、はい、こんな感じでクライムアップじゃねえ、何やったっけ、ウォールラン講座の終わりです。ありがとうございました。